安心してください。たくさんいいことを待ってるよ。挙手。皆さんこんにちは、加藤です。今回はね、アメリカのアマゾンフレッシュで買ったものを紹介していきたいなと思います。で、今回はね、新しいもの結構買ってます。というよりも意識的にですね、新しいものを買ったというか、なんて言うんだろう、同じものばっか紹介してるんでね、ちょっと、なんて言うんだろう、変えていきたいなと思って、少し新しいものを入れてます。はい。で、まずね、こちらですね。はい。チートスですね。チートスであってんだよね。これ買いました。1個3ドルぐらいかな。まあ、味はね、想像通りです。で、次3種類ぐらい買ったのかな、これ。次はこれですね、ハンツっていうのかな、ハンツパスタソースっすね、これ。はい。で、前回ね、前々回ぐらいかな、パスタ買ったんだけどソース買ってなくて、で、どうしようかなと思ってて、ちょっとこれ買ってみました。これ1個ね、いくらぐらいだったっけ ?1 ドルしないぐらいだったような気がするんだけど、1ドルちょっとぐらいだったと思うんですけど、思ったよりでかいっすね、これね。すげえな。うん。値段の割にはでかい気がします。もうちょっとなんかちっちゃいのが来ると思ってたんですけど。はい、次。あれ、もう新しいのあり？あ、あった、はい。もやしです。はい。これ3ドルぐらいしたんですけど、なんかちょっと高い気もしますね。はい、次。枝豆ですね。これは2ドルちょっとぐらいかな。これも、これはまだそこまで高い気がしないですけど。てか、アメリカで枝豆マジでもう、一般的な野菜になってますね。面白い。うん。みんな知ってますよね。別に日本食好きじゃない人でも枝豆知ってると思います。次。ここからね、別にそんな新しくないですけど、プリングルスですね。1個1ドルちょっとぐらいですね。で、クラム。で、あ、これ珍しいかな、生姜ですね、ジンジャーですね。これ3ドルぐらいいくつ。で、レタス、これは1ドルちょっとですね。レタスが安いのがね、俺嬉しいんですよね。これが、豚肉と鶏肉、いつものやつ、5ドルちょっとぐらいですね。もう定番中の定番ですね。で、最後箱で、サワーパッチと、チキンブイヨンってことですね。いつものやつですね。はい、まあそんな感じです。今回以上です。クッション。